こんばんは、マサートです。三言葉フ触れて、えー、日曜日の午後となりましたけど、2時半ですね。はい、早速、えー、行きたいと思います。先ほど少し、えー、インスタンプ休んで、えー、今週も始まりましたですね。えー、厳しいですけど、出、え、演、ー、時、出演時、出演時、出演時ですね。はい。えーえーえー めくとも触れて感謝いたします、えー、今日はお休み日曜日、えー、朝はでつどう協会において礼拝に行ってきました、えー、ベテラン先生からクリスマスクリスマスを迎える心ということですね、えー、今日はえー、っと2038章ですねえー、かな38章えー、っと38章で間違いないかなえー、っとこれは えー、38章ですね、えー。ではいきます。えー、38勝、えー。昨日は37章ですね。えー、昨日は37章ではい。えー、で38章ですね。じゃあ早速38章いきます。失礼状期38章次いで彼はアカシア材で全書、えー、の生贄のための祭壇を作った。 えー、長さ5キュービット幅5キュービットの四角形で高さは3キュービットその四隅の上に角を作ったその角は一部である彼は祭壇に聖堂をかぶせた彼は祭壇のすべての用具すなわち壺10の鉢肉刺しひざらを作ったそのすべての用具を聖堂で作った、えー、祭壇のためにその下の方にすなわちサイの 出っ張りの下で祭壇の高さの半ばに達する精度の網、細工の格子を作った。彼は4つの缶を鋳造をして精度の格子の四隅で棒を通すところとした。彼はアカシア材で棒を作り、それに精度をかぶせた。そ,その棒を祭壇の両側にある缶に通して、それを担ぐようにした。祭壇は板で中空に作った。 また彼は聖堂で旋盤をまた聖堂でその台を作った。会見の天幕の入り口で務めをした女たちの鏡でそれを作った。彼はまた庭を作った。南側では庭の掛け幕は1 0 9ビットのより,音でより,より糸で織った天野でできていた。柱20本、その20個の台座は聖堂で柱の。 鍵と帯輪は銀であった下は100キ百九ビットで柱は20本その20個の台座は正道で柱の鍵と帯輪は銀であった、はいえー、西側には5十九ビットの掛け幕があり柱は10本その台座は10個柱の鍵と帯輪は銀であった 前面の東側も59ビット、その片側には15キュービットの掛け膜があり、柱は3本、その台座は3個であった。庭の門の両側をなすもう一方の片側には15キュービットの掛け膜があり、柱は3本、台座は3個であった。庭の周囲の掛け膜はみんなより糸で折った天野であった。柱のための台座は聖堂で柱の鍵と 帯は銀、それの柱の頭のかぶせ物は銀であったそれで庭の柱は皆銀の帯輪が巻きつけられていた庭の門の幕は刺繍されたもので青色紫色黄色のより糸とより糸で折った窓の戸でできていた長さは20キュービット高さあるいはあるいは幅は5キュービットで庭の掛け幕に準じていたその柱は4本 その台座は4個で精度であったその鍵は銀で柱の頭のかぶせ物と帯輪とは,は銀であった対し幕屋とその、ままあ、周りの庭の釘はみんな精度であった幕屋すなわち明石の幕屋の記録は次のとおりであるこれはもうその命令によって調べ,調べたもので祭祀アロンの板丸のもとでのデビビットの奉仕である えー、ユダ部族の古の子であるウリの子別ツエールエルは主がモーセに命じられたことをことごとく行った、えー、彼と共にダン部族のアサヒアヒサマクの子オリアブがいた、えー、彼は彫刻をし成形をする者また青色紫色黄色のより糸や天布で収集をする者であったはいちょっと <laughs> 一旦休憩いたします、えーあんたね、聖書は読むのはつらいですね体調、えー、が。 えー、えー、良ければですけどなかなか時が良くても悪くてもですけど最初 <laughs> はい、えー、頑張って読んでいき読んでいきたいと思いますえー、っと、えー、24節「えー、仕事すなわち聖女のあらゆる仕事のために用いられた全ての菌は奉納物の菌であるか聖女の死けるで29タラント シケルであった。開始のうちの登録されたものによる議員は聖女のシケルで100タラント,ト1775シケルであったこれは1人当たり1ベカ、すなわち聖女のシケルの半シケルであって全て20歳以上で登録されたものが60万3550人であったからである聖女の台座とタレーマックの台座と鋳造するために 用いた金は100タラントであった。すなわち1個の台座に1タラント。100の台座に100タラントであった。また、1775シケルで彼は柱の鍵を作り、柱の頭をかぶせ、柱に帯輪を巻きつけた。宝剣物の精度は70タラント。2400シケルで、えー、シケルであった。 これを用いて彼は会見の天幕の井口の台座聖堂の祭壇とそれにつく聖堂の講師及び祭壇のすべての用具を作った、えー、また庭の周りの台座庭の門の台座及び幕屋のべての釘と庭の周りのすべての釘を作ったはいえー、えー、なかなかあーニ忍タがいりますけど、えー、特にこの箇所を読むとえー、えー 何かなかプラモデルじゃないですけどそういう本当に、えー、細かい脳にそういう,うことを思い出しますけどちょっとちょっとまた外れしてますけど、えー、私はなかなかプラモデルの作るのが苦手でですね説明書があっていろいろこの、えー、これとこれとプラモデルですねまあ、大好きなこの熱心でこの。 そうかと思いますけど、あまりプラモデルを作った経験はないです。えー、まあ、だいぶ話がよくお見てされてますけど、えー。今日は特にこの。えー、まあ、二十二節ですね。えー、まあ、御言葉ですので。えー、ユダ仏族のフンの子であるウリの子。別あるエルは。主がモーセに命じられたことを、ことくのく行ったということを。まあ、忠実であったということを覚えていきたいと思います。まず、あです。え、聖書三十八章。 えー、なかなかあ大変ですけど、えー、普段は本当に、えー、一節もなりませんけど、えー、今日はこの「七世紀三十八章」を読んで、えー、神様に命じられたことをことごく忠実にすごいですねそういう才能魂も与えられたものですね大工、まあ、宮大工読んでは宮大工と言いますけど、えー、きちんとその当時古代ですね幕府や、えー、なかなか イメージがつきませんけど映像またこの画像とかそういうのよく素人でよく見る時がありますけど、えー、幕やですねまあ神殿といろいろありますけどはい、えー、マサトです、ね、ちょっと余談ですけど、えー、マサトの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタン等もよろしくお願い,いたします次回のまた聖書また聖書を学びたいということも募集してますのでよろしくお願い,いたします、えー、次回の マスターとしては、シうグレスパシャンプルュ、シャロム、シャロム、シャロム。